アニメ VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってた。第2話の感想やコメントなど視聴者の反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。 V できた。始まった。開幕ガチゼロ。伝説のアヤネル。開幕うるせえ。アヤネルさん、相変わらずこのままの服で生活してるんだな。先週のあわゆきさん、いろいろやらかしちゃってますね。切り抜かれてる。愚行ってレベルじゃない。周期にもだえるあわゆきさん、かわいい。もう手遅れだよ。これは新しい黒歴史を生み出すことがほぼ確定しているという悪魔の誘惑。両方悪魔じゃん。それ普通片方天使になるやつじゃないの。自由へと解放してくれる方法。愛しのあの人とは。飲んで忘れるしかねえ。ガチゼロでしか解放できないものがある。酒、飲まずにはいられない。完全にアル中やな。なんで飲んで失敗してるのにまた飲むんですかね。ゴロゴロ提供。早速切り抜かれてて笑った。今日はゲリラコラボ配信。酔っ払いのテンション。結局このキャラのままでいくのね。酒かすはやめる。すでに出来上がってる。ダメだこいつ。昼過ぎから飲むな。飲まないと配信できない体に。もうすっかりガチゼロの人になってる。配信無関係に飲んでるし、ただの末期アル中なんだよな。コラボ相手の発表。来てくれたのはマシロン。マシロン来た。こんマシロー。マシロンこと彩りマシロ。アワちゃんの配信に来たつもりが。ガチゼロが配信してたけん。ママもアル中にびっくり。ママとは？マシロンがこの心根あわゆきのデザインを担当してくれたイラストレーターさん。あ、そういう意味のママだったの。同期がママとか珍しいな。VTuber 兼イラストレーターなのん。マシロンを使ってたくさん溜まったものを発散、意味深。お前がママになるんだよ。いつの間にか同期の慰み者に。枕元がラブホすぎる。ノリノリかよ。エッチだ。かわいい。うっとう。ルパンダイブ。母親に何してんだ。ルパンキャンセル。よく今まで隠せてたなって感じ。そうだよ、便乗。あわゆきちゃん拒否られてて爆笑。普段は配信終わった後の深夜から飲んでたし、マシロンその時にはもう寝ちゃってた。実際に目の当たりにすると想像以上に凄まじい。あわちゃんっていうよりシュワちゃんって感じ。シュワちゃん。ガチゼロがシュワシュワだからシュワちゃん。シュワちゃんと呼ぶことにしよう。なんかどっかで聞いたことある気がする。デデッデッデデン。デデッデッデデン。アーノルド・シュワルツェネッガーに対する熱い風評被害。今日はマシュマロの変身。今まで1回で飲んだガチゼロの最高本数は？普段は1日3本以上は飲まない。これもう声優ラジオだろ。クソブラックな職場辞めた時に嬉しすぎて普通の缶1本にロング缶5本の計6本開けた。元会社員かよ。そのせいで今ニートです。元ブラックのものでしたか。 VTuber はニートじゃないだろ。スーツかわいい。こいつ会社勤めだったのか。結構な本数だ。目が覚めて起き上がろうとした瞬間にゲロ吐いて倒れた。ゲロに溺れて死ぬやつ。それはさすがにヤバい。そろそろ肝臓休めたら。良い子は真似しちゃダメなやつだね。ゲロは危険よ。週に一度は完全な休館日を作るべき。意地でも毎日配信する VTuber の鏡。やること一つもないニートの一日は辛い。作らない気か。この人の内臓大丈夫か。シラフで配信したらいいじゃん。それいいじゃん。今のシュワちゃんも面白いけどアワちゃんも見たい。シラフ配信が休館日。やる以外ないじゃん。休館日決定。週に一度でいいのか。これからは定期的にシラフ配信。メリハリは大事。これはママンの優しさ。マシロンマジ天使。計画通り。ヤガミライトかな。さすが有能マシロン。この子素直で良い子だね。マシュマロ食べてるのかわいい。声優ラジオになってきたな。心配しながらガチゼロ進める。おかわりさすな。即答。飲むな。ダメです。おかわり禁止。さくらさんの汚ねえ叫び声。うるせえ。マシュマロ本物っぽいな。コラボしてんの。これマシュマロも協力してるからそのまま出せるのか。ガチゼロを初めて飲んだ時の感想は。くっさ、アルコールくっさ。 10% だしね。意外。次の日顔を合わせると目を離せなくなっちゃった。これガチゼロの話だよね。美麗作が恋してるじゃん。ガチゼロの話しかない。そんなドラマチックじゃないだろ。中毒じゃん。ガチゼロだけを愛してますか。浮気してませんよね。実は何回か他のも飲もうと思った。チューハイばっかなのも味気ない。買おうとするたびに頭の中にあの人の顔が思い浮かんじゃって。結局ガチゼロの方に手が伸びちゃう。自販機で売ってるのいかんでしょ。自販機売りのガチゼロはヤバい。ガチゼロ飲みたくなるじゃないか。枠切れてなかった時正直どう思った。もうトップ V まで駆け上がっちゃえ。温かい言葉。おう飲んでて笑った。嬉しくない。最近こんなまっすぐな応援もらえてなかったからどう反応していいか。芸人か。あったけいはんだ。
素直な応援に弱い。しかも返答も考えてなかった。嬉しくて速攻採用は決めたけどそこで思考終わっちった。犬か。しいたけめ。配信切り忘れてから来たるマシュマロの9割以上がガチゼロ関連。なるほど。ガチゼロ案件もらえそうだな。肝心の質問返答。わっ切れてなかった時どう思った？高校入試当日に大寝坊したみたいな感じ。入試寝坊。遅刻遅刻。トースターダッシュ。制服姿貴重すぎる。わかりやすい地獄。絶対体験したくない。だいぶ絶望的なやつだ。ラジオ風に見せるの良いよね。バックマンやめろ。割ってねえ。次足し。ガチゼロのガチゼロ割と肩曲げたな。ガチゼロばっかし。お酒のあてにお酒とは。ガチゼロあてにガチゼロを飲むな。つまみないのは辛い。全部ガチゼロじゃねえか。ガチゼロガチゼやわゆきさん。金なさすぎてイナドリやつまみなんていいもの買えない。貧乏は辛いね。なのにガチゼロは買えるのか。ガチゼロの女だからたとえお金あっても離れない。もうダメだこいつ。そろそろ深夜出し終わり。優秀の美を飾る最後のマシュマロ。ルイズワーン。あやねるさん。ルイズコツペやめろ。思いをガチゼロへ届け。頭おかしい。これ読まれることあるんだ。あやねる、家族を人質に取られたりしてない？ルイズコツペは草。この呪文に声がつくことがあるとは。あやねるになんてもん読ませてるんだこのアニメ。通話切る前に見せたいものとは。ポロン。こ。これは。なかなかの出来だ。すげえ、召喚、太もも、おみ足つるつるパー。普段ガードが硬い人のだらしない姿は最高に戦場的。どちゃしこなんだが？てえ、上へじゃないわ。しんのすけやめろ。感想がおっさん。ダメだこいつら。真白ママもだいぶヤバい人なのよ。その格好で電車乗るんか。事務所行けて以来、オフだとおとなしめ。今はしらふか。葛藤なんて捨ててしまえ。どちゃしこって言って差し上げろ。自信持てよ。やなエースだな。酒入ってないと勢いが。笑い、アナリティクスエッグ。すげえ上がってる。爆伸びではロタ。リスナーを楽しませているのであればありというのがライブオンの方針。いいのかそれで。ゆるい会社だな。昼間は酔ってないから元気ない。シラフだったらちゃんと清楚なんだ。ライブ 2D 制作中。はい、面倒くさそう。がっつりライブ 2D のボーン設定画面で草。ポイント多すぎね。現在所属しているライバー全員で MV を1本作ることを計画している。お前も歌えと。当たり前だよな。マイクにガチゼロ。曲の感想でガチゼロプッシュってやって飲んでくはーと曲を盛り上げる役。ネタ担当じゃねえか。もう台本上でシュワちゃんって書かれてる。食事に一緒に行ってほしい。経費で食べる飯はうまい。ガチゼロも経費で落とさせろ。実際に会うのは初めて。うつきぜい。でかい雷シオン。聖様にシオンママ。見た目でわかるんだ。どちゃしこなお二人。よどりまくりあわゆきちゃんかわいい。でっか。おっぱいがすぎる。そんな緊張すんなよ。シオン先輩は二十歳で同い年。タメ口でも全然 OK。 20歳の段階であそこまで酒に溺れて。このメンツで焼肉なの。すでにプロポーズされてる二人。ケモ耳っていくら生えててもよい。あわゆきちゃんとタメなのに包容力異次元なぶっ飛んでるまま。その表情とアングルはずるい。シオンさん清楚だ。メニューにガチゼロ即されてない？笑い。メニューに手書きで追加されたガチゼロが気になる。オス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 。シュワちゃんだどう。いやテンションたっか。だどう。じゃあねえんだよ。カラオケ配信するの。葉っぱ3枚あればいい。みんなの聖様が登場。葉っぱ隊かな。葉っぱ3枚は女の子だな。コンミコー。コラボの打ち合わせするつもりがなぜか即興でコラボ始まって困惑必死のシオンさん。こんなノリで配信が始まることあるの？どんどんパフパフ。カラオケ配信って現地でやるのか。すべてはお店のメニューから始まった。シュワちゃん自分から吸っていくスタイル。20でストゼロ付けとか末恐ろしすぎるけん。実際ストゼロ出すお店ってあるのかな。なんで外でもガチゼロ飲んでんだよ。身内店舗かよ。なるほどな。ほなええか。焼肉屋の娘。実家のような安心感。肉を網の上でほっかほかにして冷えたガチゼロでやりたいだろ。プンク。プンクじゃねえのよ。肉焼きたくなってきた。前半マシュマロ返して後半は歌っていくスタイル。マシュマロの熱い協力再び。挿入歌ちゃん作るか。好みのタイプはどんな娘ですか。頑張り屋さんで本当に困った時に頼れるような女の子。聖様意外とちゃんとした性癖も持ってた。性癖言うな。ちゃんとした性癖とは。それってシオン先輩のことなんじゃ。お、大胆な告白。さすがガチ酔いの小五郎。ガチ酔いの小五郎。コナンまで。シオンママの反応がうぶで可愛い。おほう。思わず声が。以降は神聖なユリ空間を邪魔しないよう尽力。てぇてぇ。スライド退場。
ユリの間に挟まる女は問題になるんでしたっけ？ユリに挟まる奴は許されない。ユリの間に挟まるガチゼロみたいなもんだから。孤独のグルメじゃねえんだよ。あわゆきくんだって中身も外見も好みだしガンガンに性的に見てるよ。シオン先輩、3P 行っちゃう？そのピーオンは仕事してないのよ。そんな短い行っちゃう？みたいなノリで。何の話してんだ。もうアウトだよこれ。3P 本放送派よ。放送禁止アニメになってまう。しがしブックやっててくさ。VTuber、これでいいのか？シオンママのガチ恥じらい感が良い。なんかエロい。エッチだ。マシュマロカットこれが今回一番の見せ場だな。何かと苦労が多いママが一番疲れたと思ったコラボは何ですか？引率。破天荒だらけ。イブスリとは、ガチゼロはイブスリじゃねえ。胃をアルコールで消毒しないとね。イブスリよりもウコン置いてけ。3期生が入る前にあったイチゴ小2期生合同コラボの時の配信は疲れた。猫間くんが始めたクソ映画実況になぜか共通の知識があった1期生の晴れくんが乱入した時。クソ映画実況は楽しいもんな。シャークネード全シリーズ視聴会とか盛り上がりそう。それはそれとして。ガチゼロイブスリ扱い。デモンだから意外とスッキリ。ユリに挟まる女。シュワちゃん予備定着。雑談が一番好き。ガチゼロたち耐久しろ。シュワちゃんの時にお酒飲みながら美味しく何か食べてるのが見てみたい。シオンママの願望かわいい。シオン先輩がライブオン最後の両親。アワちゃんにあの切り忘れ配信を見返してほしい。周知プレイかな。反省会か。切り忘れ配信で一生いじられ続けそう。せい様、責めるな。近くないですか？切り忘れ配信を自分で見返すの、割と地獄なんでは。前向きに検討を加速。主張かな？ちょろすぎてくさ。せい様グッジョブ。全裸待機民は風邪ひくなよ。歌カットか。聞こえなくて笑った。おい曲流れてないぞ。レジェンドソング、聞こえず。歌は BD 特典域かな。にもちー、文字通り。シュワちゃん歌うまいのか。これがガチゼロ歌唱法。は？ガチゼロ歌唱法とは、いろいろなものが出てスッキリ賢者タイムだ。いろいろなものってなんだよ。下ネタか。シラフ配信の最速。シラフ配信はするけども、時と場所の指定までは。ぼっちちゃんみたいなブンブン。ハレくんにはまだ会ってない。どんな人ですか？良くも悪くもライブオンそのもの。漠然としてんな。それ褒め言葉なんですよね。みんなが持つライブオンのイメージの集合体。最初は圧倒される。どう考えてもやべえやつだ。ハレくんもあわゆきくんのこと話してた。こんなに衝撃を受けた子は初めて。いい意味か？頭部がない人々。モブにリソースを使わないアニメ。高卒で入社した会社が純度 100% ブラック。おいやめろ。急にリアルぶっこんできた。偶然知ったライブオンの VTuber たちに一瞬で見よう。生きる希望と言っていいほどのめり込んでいった。ファンから入ったのか。ガチゼロに救われたわけではないんだな。 V ネルも最初は社会のモブだったんだ。緊張しすぎて面接の時何を喋ったのか未だに思い出せない。伝説の採用通知。それで面接覚えてないとか。こういう経緯で VTuber になったのね。休館日おかわりは草。明日はシラフで清楚配信。清楚配信来た。誰だこいつ。俺の知ってるシュワちゃんと違う。清楚なあわゆきちゃんだ。シラフだと CM 始まったかと思った。ガチゼロの使い魔は草。あわゆきが振らなかったもので姿を出したくてもできなかったと。そうなんだ。コメントの一体感。メッキが剥がれた後にこれをやるメンタルよ。お前変わったな。本当にシラフで行くのか。マジでちゃんと清楚配信してる。えらい。プレイするゲームはゲッティングオーバーイット。ツボだ。ツボじやんけ。もうくさ。よりによってそれ選ぶの才能。リスナー困惑しててくさ。まさかのツボじ。そのまんまでくさ。流れ変わったな。そのゲームで清楚は無理じゃろ。これは汚くなる。絶対イラついて演し始めるやん。おじさん耐えろ。こえ。あかんやんけ。ちゃんと沼ってて爆笑。おかえり。清楚終了のお知らせ。ピーしか聞こえないんだが。ゴミかすー。清楚はどこへ。音割れ。結局やらかしてる。こいつ、最後に毎回やらかすやんけ。シラフでこれかよ。え？どうしたの？マイクいった？壊れちゃった。カラオケエンディング来た。さっきカットしたカラオケをここでやるか。またどえらく懐かしい曲を。マシュマロちゃんと協力入ってた。OBS いつもありがとう。ニコニコ？爆散したはずでは。あまりにも強いデュエットだ。エンディングで男と女のラブゲーム聞くことになるとは思わなかったわ。男と女のラブゲームはイブスリの CM ソングだから引っ張ってきたのだな。イケボが白だった。意外とにはもう勢いで押し切られたわ。毎回エンディングが変わるアニメが何本かありますね。あいつどの口で飲みすぎたのはあなたのせいよって歌ってんだよ。自分のせいだよ。
ガチゼロなしでは生きられないって感じだったけど、同期の言うように休館日は大事だな。あとシオンママのガチそうな恥じらいの表情にはグッときましたね。今週も面白かった。原作からしてネタだらけだけど、それをテンポよくポンポン進めてくれるからくどくなくてよい。これは視聴継続だな。はい、というわけで VTuber なんだが配信切り忘れたら伝説になってた第2話の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録をお願いします。良ければぜひ他の動画も見てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。